身長ビヨーン石井学科科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に稼ぐことを発信していきたいと思います。身長の場所の方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はですね、身長治療におけるもしくはですね、身長を伸ばすためにサプリメントが有効なのかどうなのか、そういったことについてちょっとお話をさせてください。この内容はですね、ものすごくデリケートで難しい内容になってまいりますので、誤解が生じやすい内容になってまいりますので、再度ですね、私の口が直接説明させていただきたいと思ってこの動画をね撮影しております。ということで、この動画を通してこれは絶対ダメだとか、こういうものを買うといいよとか、そういったことをお伝えするような内容ではなくて、そういったものに対してどういうふうに考えるか、私がですねどういった見解を示すかっていうのをね共有できればというふうに思ってですね撮影しております。ということで、まず一つ目ですね、この70年間の身長の改善は栄養の改善が原因ということですね。70年前、だいたい1950年ぐらいなんですけども、その時の男性の平均身長ご存知でしょうか。国民健康栄養調査、これはまあその時代の厚生労働省みたいなところらしいんですけども、そういったデータによると 161.5 センチ程度というふうに言われているそうです。簡単に言うと現在170センチ程度というふうに言われていますので、約10センチほど身長が低い形になります。これどういうことかというと、この70年間で日本人の平均身長は10センチも伸びたことになります。さてこの10センチはどこからやってきたかということです。いろんな要素が絡んでいると思います。世代交代が進むについて身長が伸びるようなものがもしかしたらすでにインプットされていたのかもしれないですし、いろんなね要因が考えられると思います。ただし一般的に70年間で10センチ伸びた理由として示される内容としては、栄養状態の改善というふうに言ってもいいのではないでしょうか。当然なんですけども、日本はですねこの70年間で非常に裕福になりつつあります。そういった中ですね、栄養状態が大きく改善されてお子様のですね成長を促すのに役立っている、そういうふうに考えても間違いないと思いますけど、いかがでしょうか。それをですねそのまま間に取られると、栄養状態を改善することが身長を伸ばす上において大事だということはですね、この文章自体はですねそこまで反感を買うような文章ではないのではないでしょうか。そういった意味ですね、何か身長にとっていいものを食べたいなとかですね、何かあるかなとか、そういったものをですね皆さんもですね探した経験はあるというふうに思います。なので何か栄養をですね、摂取すること自体は悪くないというふうにほとんど相違として捉えることができると思います。次のステップとして、何か特別な栄養素に関してサプリメンテーションとして摂取すべきかどうかって議論が上がってくると思います。例えばなんですけども、サプリっていうのは添加物が入っていたりだとか、特定の栄養素だけを摂取することが望ましいのかっていうのはね当然議論の対象になります。ただし一方で一つの例としてですね、私が挙げるとするならば、スポーツ選手ではですね、1970年代とか80年代の時代ってのはそこまでですねサプリメンテーションっていうのはね摂取されてなかった時代だと思うんですけども、今現在2021年の時代でプロスポーツ選手でサプリメントを摂取しない人はほとんどいないのではないかというぐらいですね、スポーツ栄養学という中ではサプリメントっていうのはもう限りなく普及している様子をお見受けします。そういった意味ですと、サプリメントはですねかなり有効性がですね示されつつあるのかなというふうに思います。ただそれをですね慎重に全て当てはめていいかというのはもちろんね議論の対象になりますので、その点は注意になってまいります。なのでまず最初に私がお伝えしたいこととしては、栄養の改善はおそらく身長を高くするでしょう。さらに栄養の改善をするにあたってサプリメントという選択肢がある可能性があるでしょう。それはねいろいろなスポーツの世界の情報などからも推測されるでしょうということがまず最初の一点になります。次ですね、どの栄養素が重要か。先ほどですね栄養が大事だというお話をしたんですけど、栄養ってたくさんあるじゃないかってところになってくるんですけども、いきなり逃げるような回答で申し訳ないんですけども、不要な栄養素はほとんどないというふうに言えるのではないでしょうか。このですね、70年間でどんな栄養が改善したかというふうに言われればですね、おそらくなんですけどほぼ全ての栄養素が改善されておりますし、当たり前なんですけど何か一種類のものだけを食べ続けて成長するわけじゃなくて、飽食の時代になってきて昔よりはバラエティに富んだ食材があるというのも特徴ですので、様々な栄養素が複雑に絡んでこのですね70年間の10センチというですね身長を生み出したというふうに考えられますので、不要な栄養素はほとんどないというのが一つの答えに
になってまいります。少しずつ紐解いていくとというような形なんですけど、例えばですね、タンパク質だったりだとか必須アミノ酸とかですね、摂取するのが、ね、望ましいというふうに言われるのが一般的ですし、ビタミン D はですね、石灰沈着を促したりだとか、ビタミンの B6 はですね、アルギニンを生成を促して成長ホルモン分泌を促したりだとか、亜鉛とか銅とかですね、骨の生成に寄与しているとか言われたりもするんですけども、そういったような形ですね、論文をね、バッとね、調べていけば、ほぼ全ての栄養素がですね、お子さんの成長に関係あるというのね、データをね、示すことができるほどですね、本当に必要な栄養素ばかりというふうな形になります。ですので、サプリメントで補充するといいかもしれないというような話の続きを言うと、じゃあ全ての栄養素をサプリメントとして摂取するのかっていうね、疑問が出てくると思うんですけど、ちょっと違うのかなというふうに思っています。というのもですね、まあ、あんまり現実的ではない。大量に摂取しすぎること自体だと、サプリメントの添加物だったりとか、そういったところが少し心配だったりとか、おそらくコストも異常に高くなってしまいますので、そういった意味でも現実的ではないというような形になってくると思います。次は限定的に少し絞ってお話をします。例えば、アミノ酸、タンパク質ではどうかというところですね。過去にもですね、こちらですね、身長が伸びる食べ物はこれだ。こちらでも少し説明させていただいたんですけど、メジャーコーリレーションオブメールヘイト、アスタリーオブ105カントリーズってですね、こちらの論文によれば、タンパク質を摂取している国の方が明らかにですね、身長が高くて、タンパク質摂取が有効でしょうということを、この論文をある程度拡大解釈すれば言えることになります。例えばなんですけども、日本人もですね、1950年の時と今とですね、タンパク質摂取は大幅に改善しているということが言えると思います。裕福になるについて、タンパク質摂取が増えているとはほぼ間違いないと思います。ただしね、この点について注意が必要になってくるのが、タンパク質を摂取するから伸びているというような表現ではないということですね。あくまでも、タンパク質を摂取している人たちの方が身長が高いというような表現が正しくなります。これはどういうことを意味しているかというと、タンパク質を摂取している人たちはですね、おそらくなんですけど、他の栄養素も充実しています。タンパク質を摂取している人はおそらく野菜もたくさん摂っている傾向が強かったりだとか、簡単で裕福度が高いというような表現になってきますので、そこら辺も注意が必要になってまいります。ですので、タンパク質だけで身長が伸びるということが言えるわけでもない。ですが、タンパク質を摂取はおそらく体にとってある程度いいものだろうということは推察ができると思います。ではその次ですね、アミノ酸の一種であるアルギニンはどうなのかってね、アルギニンはね、注目ね、されるような内容なんですけども、それについてコメントさせてください。アミノ酸はですね、必須アミノ酸と呼ばれるものと、あと純必須アミノ酸と呼ばれるものと、そういうふうにサイドネームがついてるんですけども、アルギニンはですね、純必須アミノ酸という表現になってまいります。つまり、どういうことかというと、比較的欠乏しやすいアミノ酸として位置づけられており、摂取することがですね、健康にとって重要であるというような内容ですね、論文はおそらくいくつかあると思います。そういった意味で、お子様がアルギニンを摂取することが悪いことかというと、そういったことではないと思います。次にですね、例えばこちらの論文ですね、Dietary Arginine and Linea Growth The Copenhagen School Children A Child Intervention Study ということで、まあ、コペンハーゲンのお子様を対象にした論文。正確なことを言えば、この論文だけでアルギニンを飲むと身長が伸びるというようなデータではありません。そこは注意は必要なんですけども、部分的に解釈をすれば、アルギニンがですね、身長にとってプラスに働くというようなことが書いてあります。具体的に言うとですね、何ミリグラム以上のアルギニンを飲んだ群の方が、何ミリグラム以下のアルギニンを摂取した人よりも身長が高い。そういったような内容になってまいりますので、少なくとも悪くはないのかなというのは、こういった論文からも推察されます。一方でなんですけども、その論文が完璧かというと、そんなことはなくて、十分な証拠とは言い難いというのも事実になってまいります。日本のですね、まあ、小児内分泌学会とか、そういったところからは、アルギニンの有効性は不十分でしょうというような内容ですね、文言がホームページに書かれております。大事なポイントとしては、アルギニンは体にとって重要な栄養素であるとともに、身長をですね、伸ばす可能性はあるが、身長を伸ばすと言い切るには、根拠は不十分な栄養素というふうな表現ができると思います。あとですね、まあ、アルギニンはですね、成長ホルモン分泌を促す物質としても有名ですので、そういった点もですね、比較的ですね、摂取が好まれる栄養素というのも有名だと思います。はい、次5番目ですね、体質性低身長、もしくは低くないけど高くしたい人にとってのエビデンスとはってことですね、小児内分泌学会の方からは、エビデンスが不十分だというようなね、表現があると思うんですけども、それはですね、間違いなく正しいです。例えばなんですけども、賢明な方、頭のいい方であれば、私はですね、エビデンス
ス重視なので、そういったものは一切受け入れないっていうのもですね、もちろん素晴らしいかなと思います。ただし一方でなんですけども、何かエビデンスが完全に出てからというような順番でやっていくと、時として少しですね、手遅れになる、ある意味ですね、何もできない時期がほとんどというようなことも多くなってくると思います。似たような現象としてはですけども、例えばなんですけども、成長ホルモンも同じで、ある一定の基準値を満たした人に対して投与した場合に身長が伸びるというようなデータがあるのに対して、ある一定の基準値をほんのわずかに満たしてない人が成長ホルモンを、ね、投与した場合に身長伸びるかというのはですね、そこはかなり議論が必要になってくるんですけども、ほとんど誤差の範囲であれば効果があるというふうに考えても問題ないと思います。あとは例えばですけども、同じような論文でも韓国の論文をそのまま日本に当てはめていいのかとか、ヨーロッパの論文を日本人に当てはめていいのかどうかとかですね、そういったようなのも議論の対象になってもらいます。特にですけど、病気じゃない方のエビデンスっていうのはですね、なかなか出てくるのは難しいです。いわゆる病気じゃないので研究進みにくいっていう表現ができると思うんですけども、エビデンスもいろいろな段階のエビデンスがあるということになってまいります。で、次ですね、6番。エビデンスはいろいろな段階、グレードがあるわけですけども、そのですね、エビデンスがなければ何もしない、もしくは何もできないが、それでずっと経過を見るかっていうところですね。先ほどのエビデンスがないのであればもう何もしないっていうのも、もちろんそれも一つの選択肢で素晴らしい選択肢と思います。例えばなんですけども、私の方で直接問い合わせをいただく内容としては、何もできない辛いということをよくお伺いします。何もできない辛さっていうのが多くあるのかなと思います。例えばある病院に行きました、そこで身長相談をしたと、病気じゃないので何もできませんというふうにして帰ってきたという方ってものすごく多いですね。それはそれで正しいんですね。病気じゃないから病院としては治療しないって、もちろんそれはそれで素晴らしいことと思います。ただし一方で、少しでも身長を伸ばすために努力したいという方は多くいらっしゃるように思います。その中で次のステップとしては、いろんなグレードのエビデンスがあるわけなんですけども、その中で安全性は少なくとも確保されたような状況であるもので、なおかつ身長が伸びる可能性が少しでもあるような内容に関してはチャレンジしたいという方が多くいらっしゃるようにも思いますけど、いかがでしょうか。ということで、簡単に言うとサプリメントはそれに該当すると思います。エビデンス不十分なわけですね。なのでやらないって選択肢もいいんですけども、例えば少しでも可能性を追求したいとか、何としてでもねチャレンジしたい、そういった方に関して言うと、究極的にですね栄養素を追求していくっていうのは一つのですね選択肢としてはいいのではないでしょうか。ということで、そこら辺ですね、メリットデメリットよくご理解いただいて、何もしないという選択肢も一つですし、何かをするっていうのも一つかなというふうに思います。ということで、次ですね、7番目、最も恐れられるサプリメントの副作用とは。サプリっていうのは安全な印象皆さんすごくあるかなと思います。どうですか。薬と呼ばれるものに比べると、サプリっていうと気軽にね摂取できるのが一つかなと思います。そんなですね、気軽に摂取できるサプリメントの副作用として、私が最も伝えたいのは2つになります。一つ目が時間ですね。もう一つ目が情報への理解、もしくは過度な期待だと思います。で、時間に関して言うと、身長を伸ばせる時間は限られてます。当然なんですけど、大人になってから身長を伸ばすことはできません。その中で、例えば効果のないサプリメントを20年間内服して気づいたら大人になってたっていう場合ですと、時すぎに遅しという日がやってくるわけですね。それでこうある日ですね、効果がないということが分かってしまって悩むというようなことが言えると思います。で、なおかつ時間というのはですね、巻き戻すことができませんので、そういったですね難しい現象に当たるわけですね。そういった意味だと、まずは時間が返ってこないので、有効性の高いものを見極めることがものすごく大事だということですね。あと、それに対して次のポイントとして、情報への理解と過度な期待という面ですね。例えばサプリメントを飲むことによって5センチ10センチ伸びることを期待するとかですね、そういった過度な期待があって、でそれで実際飲んでみたらほとんど伸びなかったってことはよくあると思うんですけども、そういった風にですね、過度な期待をしてしまうっていうのも良くないと思います。先ほどお伝えしたようにエビデンスレベルで言うと、高いエビデンスが存在するわけではないので、有効的にですね身長を伸ばすっていうのは難しいと思います。ただし一方で、欠乏している栄養素を補充してあげるというのは体にとってとても悪いことではないと思いますし、歴史を紐解けば栄養補充というのはある程度身長にとってですねいいというふうに考えてもいい、もしくはそういった論文もいくつか散見するというようなことが言えると思います。ということで、情報の理解が難しいというのが、このサプリメント難しいところだと思います。
あとはですね、他の副作用に関して言うと肝機能障害だったりだとか起こすこともあります。そういった点も注意が必要になります。ということで最終的にですね、私新潮先生のサプリメントに対する見解を述べさせていただくと、本当にこうね、内容が難しくて申し訳ないというふうに思うんですけども、結論としては強く推奨するっていうことはないと思いますね。これだけ栄養素がですね十分補充されている時代ですので、絶対に飲んでくださいとか、飲めば10センチ伸びるとか、そういったような話は絶対にないと思います。ただし一方で、何か少しでも身長を伸ばすためにできることはないかというふうにですね追求していく中で、サプリメントというのにですね当たるっていうのはよく理解できます。ですので追求のもと、効果不十分、効果限定を十分理解した上でサプリメントっていうね選択肢を行うのは決して私はですね問題というふうには思わないんですけども、皆さんはねいかが思いますでしょうか。ということでですね、今日もですね身長に関することを配信していきました。この内容性ホームページの方に記載しておりますので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、もしねご興味ある方は再度そちらで復習していただきながらご検討ください。決して今回の内容は何か購入を促すとか、もしくは特定のサプリメントを否定するとか、そういった内容ではなくて、総合的にサプリメントというものはどういったものなのかってですね理解していただく内容なんですけどもね、ご理解いただけるというかですね、まあ、ご共感いただける部分があると幸いです。それですね、今後ともですね身長に関することを配信していきたいと思います。身長に関する方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。